放送終了、リッチマン、エクソスホ。結末とは、この記事にはドラマのストーリーに関する内容が含まれています。写真イコール MBN、リッチマン、放送画面キャプチャーイユちゃん、レックス、オースホ、とキムボラ、ハヨンス、がハッピーエンドを迎えた。28日に韓国で放送された MBN 水木ドラマ、リッチマン、最終回では、それぞれの道を、選んだイユちゃんとキムボラが、いよいよお互いの心を確認する過程が書かれた。ネクストインに復帰して以降、仕事に集中していたイユちゃんは、キムボラに会いたくて直接家の前まで行った。チョンジカン、チェジナ、と共に最終島、チェジュド、に行くと決心した彼女を説得。しようとしたが、逆に傷を与えてしまうことになり、このことに対して謝罪した。深まるロマンスの中で、イユちゃんは倒産危機に見舞われたネクストインのためにある提案をした。それは、ビッグファイル、を再開発することだった。賠償金を要求するテサン電子の役員たちの前で、彼は失敗したことがない天才的な実力と確信に満ちた自信で彼らを説得し、投資金500億ウォン、約49億円を投資してもらうことに成功した。ビッグファイルが再開発されるというニュースに、ダンシングウェールチームが派遣のため訪れ、か、最上に活気あふれるネクストインを連想させる風景はイユちゃんの胸をワクワクさせた。続いて、僕たちがやっていることは、大事な人と一緒にいたいという気持ちから始まること、ではないでしょうか、と話し、さらに成熟した彼の変化は視聴者たちも感動させた。一方、ベネチアに向かうために空港に来たミンテラ、キムイェウォンは、自身のギャラリーとの契約を断った無名画家に偶然出会い、新しい運命を暗示した。チャド人、パクソンフン、とパクミソ、ユンダヨン、カップ。プルは駆け引きの末に、最後は結婚して温かい雰囲気を演出した。イユちゃんとキムボラも駆け引きを終えた。チェジュド行きの飛行機に乗る直前、彼女を掴んだイユちゃんは、不器用ながらも自分の本音を伝えた。大好き、という告白とともに、二人が甘いキスをするシーンは視聴者たちの心をときめかせた。一年後、変わらずネクストインで働いているイユちゃんは、罪の償いをして帰ってきたミンテジュ、オチャンソク、ともう一度ダックを組んで感動を与えた。ここにキムボラがサプライズ登場し、ネクストインの家族たちが集まった中でイユちゃんとキムボラは嬉しさのキスをしながら、幸せなハッピーエンドを迎えた。リッチマンは、イユちゃんとキムボラの甘いロマンスはもちろん、ミン、テジュ、ミンテラまで4人が絡み合って、成長していく過程を盛り込んだ。特に、幼い頃に親に捨てられたトラウマで、他人を受け入れることができなかったイユちゃんがキムボラに出会ったことで、徐々に変化していく姿が面白さとときめきを伝え、その姿が視聴者たちの心をわしづかみにした。